芋の少年、笑顔の呼吸一の方、ニカニカニー。はい、ナモズのプロです。よろしくお願いいたします。しゃっす。やったー、イエーイ。ラブライブシリーズというのならば、ミューズのコラボ商品もっと出してほしい。同じくなんと私の大好きなヴィレッジヴァンガードでミューズの新衣装、新絵柄のグッズが本日発売されました。やったー。富山では1店舗しかね、開催店舗がなくて争奪戦が予想されたんですが、うん、寝坊しまして高速道路を使いながら向かったんですが、なんだけど僕的には一番目玉がアクリルスタンドかなと思ってるんだけど、僕が商品取った後になんかすぐ他の男性客の方々も結構来られて、アクリルスタンドにおいてはほぼ完売状態。あ、でもなんとか買えたんですね。はい、見事欲しいもの全部手に入れました。じゃあ今日はそのミューズのコラボグッズを紹介していきたいと思います。嬉しい。ではまず1つ目、ミューズ3年組のクリアファイルセット。そう、すごい。これ後ろにさ、彼女たちが守り抜いた音の木坂が書いてあるかわいい。これが今回の紳士服ですね。いやー、イラストかわいいよね。なんか噂ではさ、ノッツとエッリがさ、ちょっと逆っぽい私服だよねっていう。出てきまして。はい、ミューズのビレバンコラボのアクリルスタンド完成だ。でーん。いやー、マジで僕行った時冷や汗かいたんが、もう大体半分の子が1個ずつしかなくて、本当に一歩遅かった、手に入れれんかったんすよ。やばー、これ僕絶対コンプしたかった。うんうん、手に入れました。うわー。これが高坂神、なんかちょっとね、新田さんが選びそうなインナーを着てますよね。そうね。ほのかちゃんなぜか黒い帽子かぶりたがる。いや、かわいい。サイドテールが邪魔だから帽子かぶりきれてないとこも高ポイント。うん、かわいい。先ほど紹介した綾瀬さん、音の木坂のバッジと R のバッジつけてるんだね。ね、超話題になってたコッティですね。何この表情、お母さんみたいにするやん。ママだよね。なんか工場さんと服選んでそう。あ、めっちゃいい。これよな。まさか海ちゃんがこういうパンク系の格好をするとは。めちゃめちゃ似合っとるんよな。いや、かわいい。本当にかわいい。いいよ、これで出歩き。なんか今日私スカートの系とちょっと似てる感じがする。ああ、確かに、ね。そしてこちら、私今回のビレバンコラボで正直一番かわいいと思うのがこのりんちゃんなんだよね。足空さんスカート履いてるじゃん。みんなスカート履いたよ、りんちゃんが。しかもセーラー服っぽいやつかわいいよね。そしてまきちゃん、これはちょっとね、ほのまきを匂わせるかのように黒い帽子をかぶっちゃったりしてちょっとストリート系を合わせながらもシックな感じがまきちゃん。いいね、解釈一致だよね。ねえ、かわいい。ごめんで登場。え、なに、今が沖縄行くん。いってらっしゃい。めちゃめちゃかわいいんだけども、表情が完璧。そしてじゃりゃん、かわいい。解釈一致すぎるんよ。編み込みしてる。そしてこのなんかウィーゴーっぽい服の花用、かわいい。いや、なんかこの派手すぎんね。シンプルにまとめとるけども女の子あふれる感じ。小泉です。ポタちゃんの推し矢沢の兄貴。いや、解釈一致すぎるんよな、この女。この女なんかいつもこんな格好してねえか。そうだね、なんかどんな格好してももうニコちゃんだなってわかるいや、可愛いでしょ。もう満足、素晴らしい。100億満点続きまして残りはなんと、なんだよっ、来ましたよ、アンダム。今回はあの紳士服にビレバンの店員がつけてるエプロンを着た別バージョンのイラストがハンマグネットには封入されておりました、はい、なんとミューズアクア虹ヶ崎全部あります。今回はね、これを2つずつ買ってきたので推しを1人ずつ当ててみんなでハッピーになれます。じゃあまず虹ちゃんからいこっか。はい、虹ちゃんはね、しおりこちゃんが入って全10種です。じゃあ5分の1だ。まあ、10分の1なんだけど私の狙いは宮下愛。僕の狙いは中須かすみ。いけるいける。いや、怖え。最近運やばいから、うちら。そうなんや。1つ目パラッパン。あ、いっつもエマちゃんなんだけど、すごくない？エマちゃん率、初手エマ率 100%。 このエマちゃんのこの三つ編み持ってるのめっちゃ最高だと思うんだけど、みんなどう思う？2つ目、中須か宮下、欲しいところ。色は宮下だよ。せーの、ほい。わー、でん
川路里奈さん。え、かわいい。え、いいね。いや、なんかコンプしたくなってきた。意外となんか缶バッジと違ってシール、紙っぽい。うん。続きまして、アクア。ドドン。これはもうブッブとルビーでしょ。揃えさして。私アクアでよく出るのはヨーリコなん。僕もヨーちゃんなん。で、色は青なん。おい、じゃあヨーちゃんの場合はダブルヨーフィニッシュしよう。あ、いいよ。どういうフィニッシュさ。いきます。感じる海の匂い。はい。桜うち、噂をすれば桜うち。これはヨーリコフィニッシュ。渡辺さん。いや、でもゼノンさんはアニメの時ヨーリコいいぞって。ヨーリコはいいだろ、だって。バラッパン。 お松浦氏。何この妖艶な表情。 I love music だって。なんかさ、髪の毛すごくない？これどうなってんの。続きまして、こちらミューズのランダムです。いや、ちょっと待って、今んとこお互い押し引けてませんが。ラブライブのランダム系ってあんまりやらないからさ、なんていう言葉を言うのが正解かわかんないよね。いや、そうなの。いや、でも出すから。はい、オダちゃん信じてるから。匂い嗅いできたから。あ、ほんと？バニラの匂いする。え？ってことはミャナミャ？ミャニャミャかもしらん。え、私から言っちゃっていい？いいよ。いくよ。せーの。はい！笑っちゃダメなんだ。いや、いや、これは笑うでしょ。今日の動画で初見の人はね、なんで笑うのって思ったかもしんないけど、絶対出るの。ゼノン、なんなら昨日ね、エペしながら言っとったから、ね。まあ、綾瀬はどうせ出るから。お前昨日言った言霊が今。いや、綾瀬とだって通じ合ってるからわかるんだもん。で、僕も笑っとられん。綾瀬さん全然来る可能性ある。綾瀬さんは来る。もうなんか流れできてんだけど。なんかさ、エリチに悪いじゃん、それは。いきます。ほい。あ、お、ファイトだよ。高坂店員。え、いいじゃん。なんかもう高坂が出たら全てクリアみたいな、なんかうちらの中であるのなんだろうね。ね、もう優勝。なるほど。変えただけで優勝だし、高坂が出たからハッピーエンド。磁石取れちゃった。ええ、ビレバンネネガキャン。粘着テープで接着。へい。ラストはデゲデン。ドゥン。商品についてるポップがアクリルバッジになったいいやつです。いやー、あのビレ版のポップのセンスいいよね。いいよね。これはね、ブップのやつは昔視聴者さんにいただいてて持ってるんですけど、うん、ミューズも出ちゃったら買わなきゃいけないじゃない。うちらなら出るよ。そうね、うん、ここまで今押し外してんだもん。うん、そうだね。押しは外してるよ。うん、今回一人3回チャンスあります。おお、はい、3の法則信じて引きましょう。一つ目。はい、バラパン。わあ、幸せ授けます。スピリチュアルパワー注入、登場のぞみ。3押し来たんだけど。いいよ、いい流れ来てるよ。3、2、1。はい。おじさまパパが質良くない？ね、ごついよね。分厚いよ、分厚いよ。つかない。あ、これで私も登場のぞみになれるかな。進めてもろって。セクハラだよ。ピュアなハートの大和なでしこ、園田海。ね、この海ちゃんほんと可愛くない？園田海は内面に潜む可愛さが星空人に並ぶ。星空の星。よし、じゃあ星空にんにんしよっかな。いいよ、リリホワリーチ。違う、推しなんよ、出したいわ。私はここで推しを出します。ずっと言ってる僕ら。いくよ。はい、せーの。はい、一押しと三押し出たから、二押しの矢沢がここがニコって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 わー、ホルザホルザ。楽しそう、魅力あふれる生徒会長アイスエリオ。ギャラクシーパーフェクトゲーム。もうここで終わりでいいかもしれない。どうなっとる、綾瀬の出現率。すごいね、やっぱポッポだね。一番街歩いたら絶対出てくるね。あれ、でも覗入りことうみって来とるよ。あれ、ほのかかニコちゃん出して。オッケー、僕もほのかかニコちゃん出すから。オッケー、それでも優しい世界。オッケー、行こう。
オッケー。任しといてよ。私のね、運命力っていうのを侮らないでほしいかな。いきます。はい、せーの、はい。わぁ、ほら来てるよ、ポタちゃん。ポタちゃん、ビビト3年ダブルリーチ来てる。引きます。頑張って、昨日もっとやりたいエーペックスを我慢してそこ昨日一睡もせずに編集もやって、それは偉い。今日この日、矢沢を手に入れるために頑張った。信じてる。芋の少年、笑顔の呼吸、一の方、ニカニカニー、四季の巻き。